メアリー・アン・ディズレイリ初代、ビーコンズ・フィールド女子爵メアリー・アン・ディズレイリは、イギリス首相、ベンジャミン・ディズレイリの妻、旧姓はエバンズ。ディズレイリとメアリーの墓1792年11月11日、海軍軍人、ジョン・エバンズとその妻エレノア・スクロープ、エバンズの間の唯一の娘として、デボン・エクセターに生まれる。エバンズ家は代々デボンシャーで農業を営んでいた。 ただ両親ともにそれほど裕福なわけではなかった。2歳の時に父が死去し、母は1810年にトマス・ジェイトという男と再婚しているが、稼ぎが多い男ではなかった。一家はブリストル郊外クリフトンで暮らしていたが、そこで開催された舞踏会に出席した際にメアリーはウィンダム・リューイズと出会った。彼は、 グラモーガン地方の旧家のデノウェールズ人であり、ダウレーズ製鉄所の共同経営者だった。二人はすぐに恋に落ちた。メアリーには軍にいる報道者の弟がいたので、裕福な彼と結婚することは望ましいことだった。1815年にクリフトンの教会で結婚した。この結婚によりメアリーは上流階級入りし、社交界で活動するようになった。 特に1820年に夫が庶民議員に当選すると、ロンドン社交界で豪勢な生活を送った。しかし彼女が45歳の時の1838年3月14日に夫が死去した。この後、リューイズと同じメイドストン選挙区から当選していた庶民議員ベンジャミン・ディズ・レイリーがメアリーのところに通って彼女を励ますようになった。 ディズレーリとメアリーは1832年にエドワード・ブルワー・リットン夫人ロジーナが主催した舞踏会で初めて知り合った。ディズレーリがメイドストンから当選するようになると二人の接触の機会は増え、1837年にはメアリーとリューイズはブラデナムのディズレーリの家に一週間滞在している。ディズレーリは当時借金で首が回らなかったから、 彼女の終身年金を手に入れて、借金を返済するのが狙いだと噂されたが、それだけが狙いで、彼女に近づいたのかは定かではない。ディズレーディが熱心に彼女に送った手紙は、強い愛を感じさせるものであり、一周期が過ぎると、彼女も結婚に応じた。二人は1839年8月28日に、ハノーバースクエアのセントジョージ協会で挙式した。 ディズレーリもメアリーも配偶者に対して献身的だった。そのため二人の夫婦仲は非常に良かった。後の性的ウィリアム・グラッドストンもディズレーリ夫妻の夫婦仲を模範的と評している。ディズレーリが1845年に発表した小説、シビルは妻に捧げるという形式をとっているが、その中の拳字で妻について優しい声でいつも私を励まし、 また執筆にあたって最も厳しい批評家として、様々な教授をしてくれた完璧な妻にと書いている。デール・カーギーは著書、人を動かすにおいて、幸福な結婚についてのエピソードとして、ディズレーリ夫妻の私がお前と一緒になったのは、結局、財産が目当てだったのだ。そうね。でも、もう一度結婚をやり直すとしたら、今度は愛を目当てにやはり私と結婚なさるでしょう。 というやりとりを紹介している。1868年2月にディズレイリが首相となり、同年12月に退任するまでメアリーは首相配偶者となった。1868年11月の総選挙でディズレイリ率いる保守党が敗北し、首相を退任することになるとディズレイリはビクトリア女王にダイピットの妻、ヘスターの洗礼に倣って、妻、 メアリーを貴族に助してほしいという嘆願を行った。その結果、1868年11月30日に、メアリーはビリコンズフィールド助手爵に助された。ディズレーリ自身は、庶民院を離れて、貴族院議員になるわけにはいかなかったが、メアリーには大きな借りがあった。彼女はすでに老齢で癌に侵されており、次に、ディズレーリが首相に帰り咲くまで生きていられそうになかった。 そのためディズレーリは彼女に借位を与えてやりたかったという。彼女への借位需要はディズレーリの感謝を表す贈り物だった。ディズレーリの首相退任後、メアリーは目に見えて弱っていった。1872年7月17日にケンブリッジ公爵家のレセプションに出席した際に倒れ、以降再び社交界に姿を見せることはなかった。 メアリーの容体が証拠を保った同年9月末に、バッキンガムシャーにあるディズレーリの屋敷ヒューエンデンマナーへ帰った。12月6日には、肺がう血した。彼女は寝室に横たわるのを嫌がり、1週間にわたって激痛に苦しみ、意識が混濁し、12月15日に椅子に座りながら死去した。葬儀は、ンデン教会で内々で行われ、ディズレーリ、秘書、主治医。 小作人、使用人などのみが参加した。女王や皇太子、政治家の同僚たちは、お悔やみの手紙がディズレイリに送られた。ディズレイリの悲しみは深く、ディズレイリは友人への手紙の中で、私たちは33年間一緒に過ごしてきました。人と来たりとも、彼女に退屈したことはありません。それなのに、このような悪夢の苦しみ、それもこんな大きな苦しみに遭うとは、 涙が心に溢れんばかりです。という心境を語っている。メアリーは二度の結婚、いずれでも子供がなかったため、借位は彼女の死とともに消滅している。1868年11月30日に以下の借位を新規に述べされた。ありがとうございます。